さ話題がりりの秋ですおないままず一つ目は今日やりますけども i f a に行ってドイツ別に行ってもそこで帰ってきましたけどもその話をちと今日お話ししますが行ってきましたね。なんですがそれとは別に8月の終わりに記者会見があって見てきたんですけども。 えー、k d i さんがサッカー日本代表のサポーティングカンパニーの契約を結んだと、はい、まあいうことでございまして、えー、なんとハリル・ホジッチ監督がちゃんとその会見場に来て、はい、ちゃんとだるまに目を入れてみたいなところをちゃんと拝見してきましたけども、はい、まあ大変な盛況で、えー、でもまあ,す、ね、あ見てきましたね、はい、生,生ハリル・ホジッチを見てきましたけど<ー>その後予定があったんで、まあ、そこでもその入って帰ってきましたけども。 まああのー、結構いい,いいお話かなとやっぱりサッカーを僕は好きなのでやっぱりそこをケディ i さん英雄さんがされてくれるのは非常にいいお話だと思うしあと特にほら今年ほらこの前やったあの世界データ定額とかありますんで、うん、そうですよでそうすると海外にねその例えば日本代表は、まあえー、第一戦はもうどうしようもないあいいかげにしようやろうみたいな結果でしたけども、まあ、第二戦以降ねこれから戦っていく中でアウェーの時にまあ持ってて使える場所もあるだろうし。 あちなみにあの A 代表の話ばっかりしてますけど実は女子もえそれからアンダー世代も実はみんな包括しての契約なので特に個人的に僕は今あの気にしているのは女子ですかアンダー20もしあのサッカー好きな人がいたらもしちょっとチェックしていただきたいんですけど えっと、アンダー17で実は世界一を取ってます、うん、女子、うん、でこの子たちが今度アナ20、うんえっと、パパはニューギニアで11月かな、うん、10月からあの世界ワールドカップがあるんですけどもですんで年代が上がってそのここでもここでも世界一ここでも世界一だっていうことになると思この子たちは多分4年後中心選手になる人たちだと思うんで、うんまあ、非常に期待しているということですね、うん、そういうい人たちもこれから、まあ、海外で 何、まあ、かやってるからじゃ応援信ょ書という時にも、まあ、au の携帯も使えるしもちろんこれから au としてはいろいろ例えばまあスタジアムで試合を見るとか、うん、サポーターのような楽しむとかっていうことに関してもいろいろ取り組みをしたいそうなので、うん、まあちょっとご期待という感じで,ですねまずはちなみに10月6日に開催される、うん、日本対イラク戦、うんえー、これなんと、えー、チケットですね抽選で50組100名様に。 プレゼントすするるのをやるそうですもう9月1日から応募始まってますんで au の、えー、サッカー日本代表応援ページから応募できるそうなんでぜひ皆さんもちょっと応募していただいてですね一緒に応援していただいて埼玉スタジアムかな多分ね、うん、ですんでぜひ裏見そのまでいてぜひ皆さん応援していただければと思います。ということでございました。まあ、みんなでで一緒に応援できますというか応援に見合うだけの試合をしろよお前しっかりしろ <laughs> そっちか 携帯しようぜ できましたです。どこへ行ってきましたか。はい、えっと9月のまあ2日からかな一応。はい。本当はもっと前から3日ぐらいから行ってるんですけど、ドイツはベルリンで毎年やってる IFA、まあ EFA、ええ2016の取材に行ってきました。ドイツはまあだいまあこのパターンで大体年に一回この時期に行くような形になってますけども、はい。ということで毎年行ってらっしゃいますけども、まだご存知のない方のためにこの EFA というイベントについて、はい。まあ概要も含めお願いしたいいと思ます。 えとまあ、一般的によく言わなるのは1月のインターナショナル CES ラスベガスで2月3月にやってるモバイルワールドコンゴスこれはスペインのバンルセロナで、まあ、あともう1個はこの IFAEFA のが、まあ、大体月8月の終わりか9月の頭ぐらいに。 えーまあ、ドイツベルリンでやりますと、うん、だから日本でいうと最近で言うとシーテックとかねこん,うん,うん、うん、な感じのイベントだと思っていただけるといいのかなと、はい、だからまあと、ね、そう割とだからモバイルとしては非常にまあ重要なイベントなんだけども、うんうん、ちょっとそのモバイルワールドコングレスそのスペインでやる MWC と違ってこれやっぱり家電の中の、うんえー、家電全般をやりつつその中に 携帯電話スマートフォンがあるという格好なので、うん、テレビや冷蔵庫から洗濯機なんかも、うん、あとコーヒーメーカーとかも実は置いてあったりしてですね、うん、最近あのなんでロボット型の,あの掃除機とかありますけど、はい、ああいうのもやってますけども。うんうん さすがになんかハンディクリーナーとかさすがにあんまりやってないんで、まあちょっとその出すものとしてどれぐらいが適切かっていうのはあります。まあでも結構範囲は広くて、ちょっと見てると、うん、面白いイベントではあります。はい。スマートフォンでももちろんあるんですね。そうですね。はい、あの例年でいうと、あの今までだとサムスンがギャラクシーノートをだいたい毎年ね。うん イーファーに合わせて発表してたんですがこれは前々回もちょっとご紹介しましたけども今年はギャラクシーノートセっン一部回収というニュースも出てますけれどもアメリカで別個に発表されてますで去年も実は日本で出なかったけどノート5は実はアメリカで先に発表されていてイーファーでは特に発表がなかったので今年はちょっと違うところが発表してきたりとかただいろんなメーカーさんが発表してくるので今日はその辺をちょっとご紹介。全部出さないで 注目のところをまずご紹介したいいと思まますが一、はいま、つ目ですがやっぱり、えー、と携帯ウオッチでに速報はたくさん載ってるんでもうご覧になった方は多いと思いますが、うん、一番今のところで注目を集めているであろうと思うのが、うん、エクスペリアの新しい機種、うん、エクスペリア XZ と深山先生 X コンパクトという2機種が出ます。 これ XPRX シリーズ、うん、えーと今年のモバイルワールドコングレス以降出てきてその X シリーズとに変えますよと前は Z シリーズだったけど今度から X シリーズに生まれ変わりますよって話でこれの一応5.2、うん、インチのフルエジでディスプレイでスナップドラゴンの820を搭載23メガの、えー、カメラが載っているんですが今回カメラは結構強化されてて、うんうん、トリプルイメージングセンサーと彼らは銘打ってるんですけどもいわゆる位相さ の、えー、とオーートフォーカスセンサーで、はいえーま、先読みオートフォーカスとも合わせて高速なオートフォーカスができるんですが、うん、これがありそれからレーザーオートフォーカス、うんま、暗いところでもピントを速く、まあ、赤外線とかで飛ばして、はいまあ、測りますよっていうのがありますとでこれに加えて RGB-CIR センサーというのが搭載されて、うんま、これはいろんなあの光源の中でも光源って明かりね、うん、今例えばこう,こう今みたいな白い明るい光もあれば その何白熱球みたいな少し黄色っぽい色のところもあるだろうしいろんな色のところあるんでこういうそのいろんな光源のところで正確なホワイトバランス黄色いところが巻き気になったりとかということはないようにしましょうということでまあそういうセンサーが載ってるんですがこれ実はこのセンサーが載ってる僕も知らなかったんですけど一眼レフでも一番安いやつじゃなくてまあちょっとそこそこちょっとこうちょっとお値段するあの決してあの 5万円で買えるような,しなくてもうちょっと上のやつの値段ぐらいのやんじゃないと、うん、なかなか乗ってないセンサーだそうでかなり本格的なものが乗っていると、はい、であとは、まあえー、と世界初になりますが五軸の手ぶれ補正ということで、うん、こ,れこれはあの持って構えた時のぶれはいろいろやってたんですけど接、うんはい、写をすると結構接写した時とかによくぶれるのがやっぱ目立つので、はい、そこも含めてということで今回はえっとまあ 軸のテーブルこれいくつかこのデモの絵も見せてもらったんですけど非常に確かに効果はあるんだなとよく分かりました、はい、その他まあ、あとインカメラが13メガとか、えー、とそうですね、えー、前からやってますけど9のボード、えー、とバッテリーケアで、まあ、バッテリーのいわゆる長持ちっていうのはの長く使えるっていうのはその何年もへたらないで進みますよっていうのを一応頑張ったりとかしてるんですが、はい、で外見上でちょっと皆さんにぜひご注意いただきたいのは。うん 外部接続端子がなんと USB Type-C になります。はい、もう1個の X Compact はこれ全く同じでほぼ同じで、うん、えっとディスプレイがえっとグッと落ちて4.6インチのエッジで、<S はい、<S でスナップドラゴン s n a p d r a g は62までっていう感じで、まあカメラとかは基本的には同じようなものが載っているというころなんですよ。はい。はい、いろんな意味を含め、トップバッターが Xperia XZ Xperia X コンパクト c t X Compact。はい できましたけどエクスペリアといえば、はい、夏モデルでエクスペリア Z に代わってエクスペリア X が出たじゃないですかエクスパフォーマンスですね日本の場合はねそう。はい、だからその後にも早くも XZ になってきたね。ね。ね,<え>ね。何ヶ月経って しか立ってないんだみたいなその話はもうかなりあの <laughs> 現地でもですねあ,<れ>あの <laughs> ライター陣の間でも非常に話題になったんですけれども。X で行くぞって感じで。そうなんです。X パフォーマンスは日本では出ましたけれどももともとはその2月のモバイルワールドコンブして。うん 発表になったと思うんですけど、これがあってでえー、っとまあ今回もう XZ だから日本でいうとこの前3ヶ月ぐらい前に X パフォーマンス買った人はいるわけです。うん、ま僕も1台は買ってるんですが、こもいきなり次出ちゃってるみたいな感じなんですけども、はい、でえー、っと一応そのこれどういうバラつきなのかという話をちょっとね説明しておくと、まず真ん中。うん 今までずっと Z で Z12345 とやってきました、まあコンパクトもありましたなくて今度 X に変わりましたまず真ん中に X、うん、でこれの要するに少しこう何でしょうえっと機能、まあ、落とすって言っちゃったあれなんですけど、まあ、もう少しこうコストを抑えたモデルの XA と作りました、うん、これをこうじゃなくてこのずっといいやつを Z で作りましたつまり XAXZA と Z っていう意味合い じゃあんだそのパフォーマンスとかさってそれ何なのさってい要するにそれは何かと XPERIAX っていうメインのモデルがあってこれ日本で出てないんですけどもこれのパフォーマンスだけよくしたバージョンっていうのを日本市場用に別個に作りましたという位置づけなんだって。なので,えで今回はもう一つ出てる X コンパクトっていうのはこのメインの X の要するに小さいバージョンっていう位置づけ。こういうい位置関係が あるというのを説明を受けたんですが、うん、それを一般のお客さんが理解できるかするとどうですかホ、うん、ーリー先生はどうなんですかそれを受けてじゃあ最初に言えよって感じなのかな本当にね <laughs> これはあの第一まあ今の説明は分かんなくはないけどね。正直にもうもう視聴者の皆さんにも正直に言います。はいはい、えー、現地でソニーソニーモバイルの方々とそのラウンドテーブルっていうことで取材をねみんなで記者さんで集まって取材をするとて何回かやるんですけど僕が出た回はですねもうまあ僕がだいぶ言ったのもあるんですけど他の記者さんもこれやっぱちょっと。 わかりにくいですよね。これなんかやっぱりどうなんですかっていう話はだいぶ出ました。うん、そのものの良し悪しは別にして、要するにもともと Z の時に Z12345 とやっていく中で、半年に一回よしに新しいモデルが出て、それどうなのそれっていうね、そう半年前に買ってなんかいきなり旧型になって気持ちいいわけないじゃんっていう話は散々この番組をしたと思うんですけど、いやもうそういうことはしませんよと。 やりませんとこれからはもう人に寄り添って優しい端末を、ね、そのエクスペリアとして追求していきますよって言ってちょっと今回からエクスペリア X になりますよって言って日本は X パフォーマンスが出たんだけど、うん、<で>3か月前だよ、ね、3 3ヶ月前に出てこの3か月後に今度こうなので、うん、まあこういう形になったんでグローバルで見ても 6ヶ月ぐらいなのでちょっと厳しいなあというのと,うで、えー、と前は例えばこれはエクスペリアのプレミアムモデルですって出した、はいはい、今回はフラッグシップモデルですって出してくるわけですよ、ね。ういうお客さんはいつ買えばいいんだよって話になっちゃうんで。 ちょっと辛いかな実は夏にこの X パフォーマンスを買った周り私友達すごいいっぱいいるんですよ。どう思っちゃう。申し訳ないけどカメラはだいぶよくなりましたね。でもそうするとこの XPERIAXZ 発表になりましたけどこれは日本で出るかどうかが問題になるね。だって発表会発表では一応日本を含むグローバルで展開って言ってるんで日本も出ますよ。秋冬 ま10月、11月ぐらいに発表会は各社多分例年通りでいくとやるでしょうからまあ多分出るんですかねって感じがしますけども。このの間買っったにていうねそこをどうしたらいいんでしょうねというところでどうしようもないですよ、これはもうだからもうこれはだからソニーさんのやり方の問題なのでみんながどう思うかっいうところだと思います。でも XZ と X コンパクトはいデザイン的にもかっこよく仕上がって新しいからカメラがいいんだねカメは結構いいと思います。はい 続いての端末ははい、えー、続いてはですねファーウェイさんですが、うん、ノバシリーズというですね、うん、新しいシリーズを出してきました大体、はい、まあポジションとしては今あの P9 があのなんだっけ、えー、まあフラッグシップというか一番ねこう えー、日本でも売られてますけれども、このモデルがあるんですが、もうそのちょっとこう少し抑えた、えー、求めやすい価格、はい、求めやすい価格でも少し上の方だけども、うんえー、まあいわゆるミッドレンチのモデルとして出てきました。スナップドラウンの62号搭載したモデルで、うん、なんとノバという機種とノバプラスという2機種で登場ということあります。どっかの果物のような,な,な感じとおなじでな、なるほなるほどなあ、じゃあ片方は5インチ、うん、もう片方は5.5インチっいうことですね。背面に。 指紋認証センサー、まあまあ、ファイアさんのいつもそうですけどボ面ポンを押せばもうそのまま指紋6解除できますがで、えーとまあ、カメラが、えー、とちょっと違っていて NOVA、うん、はリアカメラが、えー、とメインカメラですね、まあ、12メガピクセル NOVA、うん、プラスの方は16メガちょっと NOVA、はい、プラスの方が少しセンサーのサイズが違います、うん、フロントは両基地とも8メガの、うん、カメラで両機種もそうなんですけど大容量のバッテリー、うん、要するに えー、ちょっと大きいバッテリーを搭載して、うん、あと省電力に優れてるっていうのもあるので1回フル充電にすれば、うんまあ、1000枚以上は写真撮れますよと、うん、で今回はあの実は、えっと、このフロントカメラが発明がなっているのとあとそんなにビューティーモードとかがあるので何、うんうんね、つったっけだなモデルさんというかねモデルさんなんですけどジニア・チュニチェバさんというですねお姉さんがいらっしゃってですね まあ結構なあの僕のの列ぐらい前にべっぴんです、まあ、結構な別品さんだったんですがこ <laughs> の方が来て、えーと実,際そのまあ、実際インスタグラムとかやったりするんでもうそのたくさん自撮りをしたりするんで自撮りはこうやって楽しいのよってお話をしながらカメラのスペックをご紹介したりして、うん、なかなか面白い内容の,あの発表会だったんですけどもかなりカメラにやっぱり力を入れた P9 は,はほらどうしかすていうと,とライカのカメラで2つね これは割と普通のスタンダードな感じだけどまあカメラをとにかくえたくさん撮ってたくさんみんなでシェアしましょうみたいな感じの路線としてはえまあいい機種なとでなおかつツーサイズあるんで好みに応じてコンパクトの方がいい人とえまあちょっと大きな方がい,い人もいるし。でもまあ,あの 同じサイズのディスプレイもしくは同クラスのサイズディスプレイを搭載しているモデルに比べると、うん、やっぱり少しコンパクトにまとまっているので、まあ持ちやすい非常にいいあの最近のホワイウェイさんのいわゆるデザインと仕上がりの良さがこう目立つ感じのたまさだと思います。うん、はい。これシムフリーはどうでしょう？もちろん日本でまああの国内はあのそうですねシムフリーは あの結構幅が出てきたうおははさんだいたい真ん真中辺で、まあ、昔万万円台4万円台、はいまあ、結構最近下もあるし上もねそのまあ5万円前後ぐらいまで来てるんで、うん、その意味でいうと真ん中ら辺の機種っていうのは結構今求められてるので確かに、えー、これは出てくる可能性はあると思いますし、うんえー、実はなんとなく思っているのは買いやすい価格帯っていう意味でいうと。うんうん えっとまあ4万円台5万円台ぐらい4万円5万円切るかな4万円前後ぐらいだと思いますけれどもこの価格帯って実は MVNO 各社とか SIM フリーで直接売るだけじゃなくてキャリアさんまあ,あの過去になんだっけファーウェイの端末をほらあの Y モバイルが、うん ルミエールという名前で採用したこともありましたけど、うん、まあ、そんなことも含めて、うん、もしかしたらキャリアなんかでも採用される可能性もあるかもしれないと思うぐらい。完成度は高い,い、うん。あ、そうなんだ。はい、はい。はい。はい、で、続いて、えっ、ー、と、まあ、これはあの色の追加なんですけど、日本で販売して、はい、さっきも話したそのピーという機種がありますけれども。はいはい、この P9 という機種のカラーの追加があります。<お>で、ブルーとレッドと。また、すごい色が。 結構、ね、強烈な色なんですが、うん、シルバーとかグレーとかね,ね、うん、いわゆるモノトーン系が多いんですけどもうん、うん、でこれはあの両基地のメタルボディで、うん、あで赤とか青なんですけど、うん、これ割と落ち着いた色合いなので、はい、日本でも出せば人気が出るんじゃないのかなっていう気がするので。 うんまあ、ただ、台数をどれぐらい取るのかみたいなこともあるのでかちょっとなかなか難しいかな今のところアナウンスは特にないんですけど NBA、はい、のってほら扱うけど数が、ね、少なかったりするので、まあ、そこら辺をどうするのかなってありますが。 結構あの限定版っぽい感じがするので出ればそれ,それなりに結構人気出るみたいな感じがするの、ねねまあ、でも限定じゃあ限定何台にするのみたいな感じがするので数はどうするか質問題ありますが、うん、まあ日本で出る可能性も十二分にあると思いますで結構こうファーウェイさん最近このデザインはいいってずっと言ってきたんですけどす、ね、意外に今回からちょっと色味も。 やり始めたんでちょっと注目かなと思ってます。うん、はい。はい、でえっ、ー、と続いてがえっ、ー、とタブレットになりますが、はい、メディアパッドの M3 という機種が出てきます。これはあのメディアパッドシリーズは実はあの、えー、各社で キャリアモデルとしても採用されたりして割とこう、うん、ねあの実績のある機種ではありますけども、はい、これの最新機種で、まあ、いわゆるコンパクト系、まあ、8インチ前後系のタブレットのいわゆるフラッグシップモデルということになります、うん、今回の8.4インチのディスプレイを搭載と、うん、でディスプレイの下に、えー、と指紋センサーとかついてるんですけどその指紋センサーのところを、えー、なんだっけなタップ ダブルタップあと左右にスワイプをすると違う機能とか違う操作ができると、うん、普通なんかホームボタンとかも、ね、タップしておしまいですけども、うん、まあそうじゃなくてちょっとそういう他の機能もよりは左右にしたりはしています。でこのの機種ににはは実は去年の秋に発発表表されとかな、まあ発表 発表された、うん、あのファウェイの傘下、えっと、の、えっと、ハイシリコンっていう会社の、うん、キティン950っていう CPU が搭載でこれ一応今のところ世界初の16ナノだったかなのプロセスで作ったやつなのでかなりあの性能がいい、えー、プロセッサーとして今注目を集めてるんで、まあ、これが搭載されてるあとは、まあ、あのタブレットなんで当然こうね横にしてこう音楽聴いたりするので。うんうん えこれもオーディオメーカーでもよく知られてますがハーマン・カードンっていう会社のサウンドチューニングが入ってる、うん、LTE モデルと w i f i モデルがあるので、まあ、キャリアさんが使うんだったら多分 LTE モデルだと思いますが、うん、もし日本で売るんだ店頭で売るんだったらまあ,、えー、まあ格安シムで使いたいだったら LTE モデルだろうし、うん、自宅で使うだけだったらまあ w i f i でもいいだろうしみたいな感じで大体価格的に言うと400から450ユロぐらいだそうなので、うん、日本で考えると5万円ぐらいで買えるのではないかなと。はい いう感じだと思います。なる,なるほど、なるほど。これ多分ユキちゃんが個人的に欲しいタマなんだろうなという感じ。結構そんな感じがするかな。五年弱ぐらいでありかないと思いありかもありかも。ぜひ、うん、あの日本で出てほしいですし。ね あのまあ、オプションであのちょっと変わった、えーとね、これはもオーディオの好きな人しか好きな人向けですけどアーカーゲー AKG とか言ってアーカーゲーって会社のイヤホンがオプションで用意されていたりとか、うん、割といろいろ頑張ってネタ作りというか、うんうん、面白いその楽しむところを作ってきている。 機種ということで濱家さんやっぱり元気あんなって感じがしますしきにね発表してそうですはい。割とも割と盛り上がりましたよ皆さん楽しんで僕もいろいろたくさん見ましたけど非常に面白かったと思いますタブレットまでねそして続いての端末ですさて続いては続いてはですねちょっとこう スマートフォンではないんですが、はい、レノボさんシンクパッドのレノボというか、はい、ヨガシリーズのレノボというか商品をちょっとご紹介したいんですが、うん、今回実はもしかすると IFA の中で見た商品の中でダントツに面白かったかもしれないうと、はい、ヨガブックという機種なんですけども。うん えー、まあ,あのレドモさん自身をして何と言ったかというよりそのタッチジェネレーションののための商品ですと僕は紙に書いてるのが字が僕は下手だからじゃあキーボードで入力してみたいな時代もあるだろうし、うん、その次はもう多分マウスだよねって言ってくるけど今はそうじゃなくて、ね、スマートフォンもそうだし、うん、まあ基本的にはまあ タッチで育ってる世代ってが出てきてるよねっていうそういう新しい世代の人たちのためのものを作りたいっていうんで出てきた商品だそうなんですけども<ー>基本的にはツインワンスタイルのいわゆるタブレット PC なんですが、うん、要するにこ,うこ,う、まあこのサーフェスなんかも同じですけど、うん、うディスプレイがあって、うん、こうたま前かに着物があって、うん、みたいな感じだけど、うん、もうこう着物外したり裏返しちゃったりしてはタブレットとして使えませんっていうのは、うん、まあそうなんですが、うん、でディスプレイ部分は普通にタッチから操作できます。うん、はい 面白いのはキーボード側です<ー>でこれがあのインスタントハローキーボードという名前だそうなんですけれども、はい、フラットの板切れです、うん、キーボードなんだけどーキーがないですこうやってカチャカチャでこぼこしない,ない。ないもう全く普通の板切れそこにキーボードがイルミネーションにふわっと浮かび上がります、うん、なんてことマジ、うん、へーえそこあ。 だか言ったからタッチしていくんだタッチこう普通にタイプしていける,いけるんですちゃんとこう浮かび上がったキーボードをこうやってタイプするんじゃない、はい、タイプするとなんかタイプしてなんかしてないのか分かんなくなっちゃう、うん、分かんないっていうのはまずいんで、うん、ハプティクスっていう技術を使ってちゃんとフォースフィードバックタッ、はい、プした返ってくるその感触が返るような仕組みをなんちゃの中に仕込んである普通に打てましたね 一応、なんかこ記事にも書いたんですけど12インチとか10インチぐらいの物理的なキーボードこういうまさにこのサーフェス3なんかもそうですけどこういうタイプのキーボードと慣れればほとんど変わらないスピードで入力できるそうです。タブレットの画面の下に出てくるソフトキーボードなんかよりもはるかに快適に入力ができるそうなんで確かにまあいいなっていうのがあるんですけどこれはあ割とおすすめのポイント。でもう一つ このインスタントハローキーボードというのが非常に面白いのがスタイレスモードでは付属のペンを使って画面に手書きで入力は可能なんですがちょっと変わっているのがさっき言ったこの板切れキーボードが浮かび上がってこっち側ね手前側のここに紙をペッと置きます付属のペンを持ってきて字をばーっと書きますとなんとこっち側のディスプレイ側に書いた内容がそのまま ここに例えばお花のマーク書いたらもうここにお花のマークがこうデジタルで入力されるうん、うん、例えばよくあるのが学校の講義とかいろんなものをこう紙でメモするんじゃないですかね、メモした内容はその,その通りディスプレイに入力されると要するにノートになってるって学校だと思うんですセンサーがあるんですか、ね、そうですキーボード側にこれはもう してる。まあ、あのパソコン系だとご存知の方多いと思いますが。はい、ワコムという会社があるんですが、タブレットといってあのデジタイザータブレットっていうのを作っているんですけども、も、はい、えー。まあそこの技術を使って、うんえー、作られているものです。さっき言ったこの板切れみたいなところの上に、はい、一応この付属のペンが。 1 0ミリまで離れて入力できるそうなんでだから普通のノートとかレポートの人多分あるんじゃないですか、うん、あれをこのままボンと置いて、うん、こういうふうにガーッと書いたらそのまま入力できちゃうんでだから学生さんとかも本当にそにレポートメモしたりとか何て言んですか、はい、例えば。 会社でもねその会議の内容をメモしたりとかすることはありますけどもそういうのにして入力することができるということなのでタッチ世代イコールのところがそこにも結びつくん、ね、そうですねだから、うん、あの例えば、まあ、タブレットっていうと今までのタブレットって確かにタッチして操作するんだけど用途は基本的に限られてるので使われ方を見ると大体ねお勧めしたの,はあの,そのタッチ世代よりも上の人たち。 家帰ってきました、うん、あ疲れた横になって「はいじゃあなんか,なんかネットで見ますかああ YouTube 面白い」とかって言って見てる格好なのでやっぱり夕方の6時7時8時9時10時とかはちょっと利用率上がっていくる。はい とか今の若い子たちはも,うもしタブレットなりスマートフォンなり持ってると朝一番からも使ってるしずっと一日中使ってるんでじゃあそういう人たちのためにいろんなシーンで活用できるパソコンタブレットはありませんかっていうのが今回のこのヨガブックという商品です。僕自身は世代的に言うと、ん ペンで入力するというか字を書くのが嫌だからキーボードを触った世代なのでそこはちょっとこうギャップはあると思いますがでもやっぱメモするのが好きな人にとっては非常にいい商品なのでこれ実は同じこのヨガボックという名前で実は今キーボードもディスプレイも仕様は同じなんですが Windows 版とから Windows10 ですね Windows10 と Android 版とそれぞれ2種類出てきます。 <で>いいなおかつ LTE モデルがありますので、はい、だから LTE、まあ、いわゆるその格安 SIM とかを入れて LTE で使ってもらうっていうパターンもあると思いますのでも、うんまあ、ちろん SIM フリーで出ればですけどね、はい、っていうのが出てきますでこれは、えっと、ちなみに Android 版が499ドル Windows10 が599ドルからと、まあ、そのちょっと若干スペックネット若干差は出ますけれどもおそらく日本で売るときに高くなっても10万円を超えることはないでしょうという気はするので。 まあ何でしょう、まあ、例えば、ユキちゃんなんかだと私 Windows で持って歩けるの欲しいわとか思いう人にとっては非常にいい商品だと思いますし、うん、Android のタブレット僕は普段 Android だから Android 同じ Google アカウント使うのに便利だしなんかもうちょっといろいろ使えるのが欲しいなと思う人にとってもこの Android 版はかなり魅力はあるのかなという気がします。まあ、実際本本当にに日本で出ることになれば あのちゃんと帰ってきてご紹介をしたいと思いますんでなりそうですかなると思いますというかなってくださいという感じっていうかまあなるでしょうねこれちょっとあの経路は経路は違いますけど本当に今回のえっとイファの中で一番あのインパクトが大きくて面白くてみんなで話題になったものなのでぜひご覧いただきたいと思います同じその実はえっとレノボのそのグループの参加というかグループの中になりますけども。 実は、えっとまあ、前もご紹介しましたがモトローラは今レノボグループの中です、うんね、今回は元、まあ、実は今年の6月にモトゼットという機種が出たんですが、うん、今回モトゼットプレイという機種が出てきました、うん、ちょっと画面が大きくなりました、うん、5.51のフルエンチディスプレイで、うん、スナップドロの625、うん、で、えーまあ、バッテリー容量をさらに一つちょっと強化をしているモデルなんですがなんでこの話をしたかというと、はい、もう実はモトゼットもまああってそれからまあアメリカ限定のモデルも一番あったりするんですが、うん、で今回のゼットプレイが出てき たんですけども、うん、これ何、何が面白いかというと、元、はい、ゼットの。まあ、これものは違いますけど、こう元ゼット、まあ、こうスマートなんです。うんうん、ここ、要すこに、た、なんか、こう。なんつうか、端子みたいなのがついてるんですよ。うん、そこに。カパッといろんなもの付けられるんですは。へえ。え、例えば、何を付けられるんだ。例えば、背面に、この拡張モジュール、まあ、これ、あの。元、うん、モ,トモッズっていう名前の拡張モジュールなんですが、一番どこから出てきた、何かっつと、スピーカーです。スピーカーくっつけちゃうの。うん。 そうするとスマートフォンの中で音楽とかみんな止めてるじゃないですか後ろにこうキックスタンドがついてるんで、はい、スマートフォンをこうやって机の上とかに置いといていみんなで音楽再生しきましょうみたいなことができる<ー>モジュールがついてるはい、はい、から、えー、これは多分ね一番世代によって一番インパクトがあったんですけどハッセルブラッドっていうですね、うん、スウェーデンの老舗中の老舗の,、うん、あのカメラメーカーさんがあるんですけど、はい、このハッセルブラッドの技術を使った、まあ、コラボレーションをした。 高額10倍ズームのカメラのモジュールがあります。結構いけそうなカメラなで10倍です。こうしかも高額10倍ですから。で撮った,写,った、ね、写真はちゃんとこう端,端末側に保存されると。でちなみにゆきちゃんはちょっとちょっと前のあのあれかな。えっとこうカメラやってらっる人やってる人だとわかると思うんですけど。 ローデータといっていわゆるその JPEG に保存、JPEG にその皆さん普,普段スマートフォンで見てる JPEG の画像になる前の生データってのなるんですよ。これは容量もでかいんですけど、うん、この生データで記録する方法もあります。これはどういう人が使うかというと、うん、それこそゆきちゃんとか、えー、ひとみちゃんとかハスとかをデジタルカメラのを使うカメラマンさんが撮った時に、うん、撮ってるデータを実はローデータで家に持って帰ってから現像という形でその加工をして。うんうんうん まあ出力するみたいなことをするのそのローデータの方式で実は記録することもできるいわゆる本格的なカメラが実は載ってるというのがありますそれからもう一つは、えー、とプロジェクター元インスタシェアプロジェクターのはい、はい、これもガッチャンコってつけてこの辺に置いて映せば、はい、まあ最大70インチぐらいまで拡大して見ることができますと。 これも,なかなかこれもあのいくつか映してみてみました、ね、非常に明るくて見やすくていいかなという感じがしましたであとはまあベタなところですけど、えー、とインキピオというところですけどもオフグリッドパワーパック、まあ、これは電拡,張電拡張電池ですねいわゆる、うん、電池パックですね、うん、まあこれもありますとでそうするといろいろつけるじゃないですか、うん、でもつけて持って歩いてるものはいいんだけど、うん やっぱり出っ張ったカメラを、うん、そのじゃあお前首から下げるかってそれはなんか使いたい時で使うって話なんでそうすると背面に,ここに端子が出ちゃうじゃないですか、うん、さっっき言った、うん、端子を向き耳がよくないんで、うん、ここに板切れを1枚つける、はい、元スタイルルシェルという背面カバーも別に用意してりますこれは、えっと、革帳とか布帳とか、うんえっと、木目帳とかいろんなパターンのやつがあるので、まあ、それをつけてもらえれば普段はスリムでそういうタマス モトゼットの方も対応しているので、うん、まあこの両用機種、まあ、多分どっちかは日本に出てくると思いますが、うん、ええー、も,もちろんし、ね、も,もちろん普通にスマートフォンスタイルを使えますからとか、ね、まあで手形で使っていただけるといいのかなという感じなのでいろんなシーンに出てきちゃうわけかそうなんです出せば出したり、まあ、なんか 受けるかなと揃えた、ね、たくなななるだろうなみたいな感じです、ねはい、なんで、うん、これちょっと面白いと思いますのでぜひあのいろいろ使い道があるのかなということでこの「もともつ」ちなみに OT OT「もともつ」はモトローラーだけは作るんじゃなくて、うん、なんと開発者向けのキットも提供されるそうなんで、うん、例えば日本で OT OT「もともつ」がでもあるいは海外でもいいんだけどもじゃあうち何か違うのを作りますって,ってその。 独自のものを作って開発キットを使って作ってリリースするエコシステムを作ってるそうなのでちょっと楽しみな存在だと思います、ね、なるほどレノボモトローラちょっと今後要注目かなという気がしました、うん、はい、はい、いろいろとお届けしてまいりましたが、うん、イーファは全体的に見ていかがですかここ数年毎回僕海外の展示会行ってよく話するのあのスマートフォンやっぱり行き詰まったよなみたいな話はよくしたと思うんですけど、うん、今回ね割となんか飛び出した感じがするのが えー、まさに今のもモツとなんかの話もそうです、ね、もうだってガッチャンこして機能拡張するなんて何それみたいな話だし合体メーカー好きですよねみたいなところもあるんで、うん、これはあるでしょう。 えー、これはあの皆さん覚えていただくといいと思うんですけどスナップエローの6ペケペケこれ多分ねそうですかはいまあ要するにコストも少し抑えつつパフォーマンスもそこそこあるでこのモデルをいかにして面白く仕上げていくかっていうのは結構ポイントになってくるんでこの辺が出てきてるってまあファウェイさんがそこに出してきてるってあたりがやっぱりこうポイントなのかなか多分日本市場も出てくると思いますけどもでそういう意味でいうといろいろ新しいネタがありましたでもそのスマートフォンのそのタッチのネタをそのまま 違うところにボッと持っていくとさっき言ったそのヨガブックの。うん ペンで触ってみると非常に面白いのであのぜひあの日本でも出てきてほしいしぜひ皆さんにデモで触っていただきたいなと思うし、うん、番組をご紹介したいと思いますがというあたりが面白かったかなという <laughs> 最初に何話したんだっけエクスペリア <laughs>、うん、え何でしたっけみたいなな感じなのでと <laughs>、まあ、いうことなんですよ結局ねだからエクスペリアも頑張ってるのは分かるんだけど、うん、こういうなんか新しいネタはみ出したネタ飛び出したネタ欲しかったネタがあって。 実機、まあ、ができたらまたそれぞれご紹介しますけれども、はい、あとあの携帯誌にあの僕は先にけやっても帰ってきたんですけど石野純也君が、えー、と残ってあのレポートをしてますんで、はい、それもたくさんまた記事が載ってますんで、ねうん、他の記事も含めてちょっとまた記事をあのチェックして見ていただけると、はい、面白い発見があるのかなという気がしますんで是非ご覧いただければと思います。はい 「イーファー行ってきました」特集でございましたが、はいはい、ドイツのはどうでしたか日本から行く時は半袖で行って空港着いてまあまあ半袖でまあ秋口ぐらいの涼しさでちょうどいいかなと思っててでもやっぱり日々はやっぱりその夜は寒くなるのでやっぱり長袖を着たりとか長袖ゆでまくりしたりとかあと上着着たりしたんですけどで帰りまあその勢いでその長袖ゆでまくりのまま帰ってきて。 半田空港降りたら「<laughs> なんだよこれよまるで夏じゃん」っていうか夏だよねみたいなぐらいものすげえ暑くてですねもう嫌になっちゃったみたいなところもあってなのでちょっとそういう意味で言うとドイツはまあ割と少し安くてよかったかなって<き>で、まあ、毎回言いますけど、まあ、食べ物はあんまり味の幅がないんですが、うん、ま,あまあソーセージもおいしいしビールもおいしいし、うんうん、えいいところなんでちょっと心残りなのは。 ちょっと今回スケジュールの関係上その本当はブンデスリーガの開幕説を見に行きたかったんですが残念ながら見に行くことができなかったのでぜひ次回また見に行きたいと思いますけれどもぜひ皆さんチャンスがあればブンデスリーガ日本でチケットを買って見に行ってくださいる方結構いらっしゃるのでチャンスがあったらですね割と,割とまあ場所によりますけどあの僕は前フランクフルトの街からその電車乗って見に行きましたけどそれも面白かったし他の ね、前にいたニュルンベルグとか何か所か行きましたけど、うん、大体皆さんあの普通に電車で行きますのでぜひせっかくベルリンだからヘルタベルリンで原口元気君が、ねはいね、今やってますけども、はい、日本人の選手がたくさん活躍してるのでぜひ皆さんもチャンスがあれば、ねうん、い,見たいよ、ね、そうなんですだ対岸に行けばどっかで日本人の選手が出てる試合見れますから <laughs> ドイツはそこが面白いと思います、ね。ぜひ、うん えー、イーフアも面白かったけど、<laughs> ね、ドイツもドイツのサッカーも面白いよ。ぜひご覧ください。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい <music>